吉祥寺の井の頭公園の近くのですね一軒家を借りて暮らしてたんですよね借りたのが1995年だから25年前ですねの春広さや場所に比べたら家賃がかなり安い物件だったんですでいやここは気に入りました契約しますっていう風に不動産に言うと,と奥のですね応接室に案内されてお茶を出されてもう,もう契約するのかなと思ったらですねあの支店長が出てきて「実は」って話が始まったんですよね。 であのうちは実は疑惑がありまして「井の頭公園の事件知ってますよね?」って言われて「いや,いや何ですか?」って言うと「ああのバラバラの」っていうふうに言われて「ああの」と新聞やニュースを見ない僕でも知ってたんですけども「井の頭公園」 バラバラ殺人事件というのがあってですね、平成の最大の残酷な事件でですね、未だ犯人も見つかってないし、動機もわからないまま未解決の迷宮入りをした事件なんですけれども、僕がその家を借りる1年前、191994年の4月23日の朝に、井の頭公園のですねゴミ箱からですね、えー、ポリ袋に入ったまあ変な物体が出てきたんですね。で、ポリポリ袋を開けると袋の中から人間の足首が 出てきたと捜査員が捜索すると合計で27個バラバラになったですね手足とかですね胴体が出てきたんですけどもでそのゴミ袋もですね魚を取る漁師さんのが網とかで使う特殊な結び方をしていてですねで遺体のね手足の指紋がもうすごい丁寧に削られてたので DNA 関 で被害者は近くに住む一級建築士の35歳の男性と分かったと男性は妻と子供と母親と一緒に暮らしていて建築士でですね自分が設計して建てた家に住んでたんですねでその被害者の家が僕が借りた家だったんですよ。でただ僕は幽霊っていうのをですね全く信じてないのでですね気にせずに、まあ、安いから借りたんですね。 家がしょっちゅうギシギシシうんですよ。でもこれは新築の家は割とやなり激しいっていうないろいろ木材とか結構いい家だから木材とか豊富に使ってるんでそれが乾燥する周期とかがあるんでしょうねだからこうギシギシキシキシになるんですけどもまあこれ新築の家ならあるしあとまあ井の頭公園の踏切も近くて電車通ると家が揺れるから、まあ、それでやなりするんだろうなと思ったんですね。で 2つ目がですね。あの天井裏とか屋根裏からですね。やたら音がするんですよ。これね。あのそんなお化けっぽい音じゃないんですよ。もっと乱暴なあのドッタンバッタンドッタンバッタンドッタンバタンという。怖さもなんもない音で多分ね。井の頭公園が近いから、あの天とかたぬきとかそういう。 小動物が住んんんででたんだと思うんですよね。ネズミのサイズじゃ絶対ないんですよ。あの僕ネズミ住んでる家に住んでたこともあるんですけどもネズミの在り方じゃないんですよね。であと3つ目でなぜかえー、とねリビングのねちょうど真ん中辺の壁と天井に裂け目が入ってるんですよね。で一番最初 入居した時は気がつかなかったんですけども、どうも入居した時からうっすら裂け目があったんですけども、それがですね、15年ぐらいかけてメキ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 広がってくるんですよ。つまり、僕の住んでた家はゆっくりとリビングが2つに裂けていってるんですよね。で、これはもう未だに原因不明で何のこっちゃかよくわかんない。ただ、日本でも多分有数の 自己物件ですね。あの「週刊文芸集とかが取材に来ましたから事故物件に20年以上住んでたんですけど結果的に別にあの何も起こらなかったんですよ。一級設計士の人が自分用に作った家だから材料もそれなりに吟味してるんであんまり設計ミスではないと思うんですけどね。で あとは、3階で寝てる時に2階から物音するとか例の裂け目が年々大きくなってきて嫌な感じするとか天井裏に住んでるその小動物がやたら走り回ることもあるんですけどもまあそういうことはですねどこの家でもある今考えると家が裂けるというのはあんまりどこの家でもないんですけどもでひょっとしたらいや別に関係ないんじゃないのいいんじゃないのと思ってる態度が怪奇現象みたいなものがあって。 あってもも気がかかないいのかもと思いました。僕が5年前まで住んでいたあの井の頭公園近くの家に戻ってじゃあもう家賃安いんだからもう一回住めっていうふうに言われたらあの頃のようにですねあの屋成とかですね天井のドタンバタンとかですねリビングがだんだん下けていく変な家に平気で住めるかどうかですね実はちょっと自信ないんですよ。